先日のモナコグランプリでは終始9番手を走行していたものの、その後の雨によるブレーキトラブルでまさかの15位で終えてしまったアルファタウリの角田裕毅。海外の各メディアはこう報じています。雨の影響もあってブレーキが効かなくなり、緊迫した状況に追い込まれた角田はチームに対する我慢の限界を超えてしまった。角田は車をコースに維持するのに苦労して自身のチームに対して暴言を吐いた。この日本人ドライバーは無線での激しい暴言でも有名だが、今回の発言はこれまでで最も怒りを感じたものの一つだった。初めのうちは設定を変えて問題を解決しようとしていましたが、それも効果がなく、角田裕毅が悪戦苦闘している中での無線のやり取りがこれです。ブレーキをあと5メートル遅らせてオーバーテイクされないように頑張ってほしい。このブレーキはクソだ。俺をクラッシュさせる気か。角田裕毅のこの発言、何が悪いの？これは単なるマシントラブルです。たとえマックスでもアロンソでも、今回の角田裕毅の立場だったらポイントの獲得は無理だったと感じます。角田裕毅はターン5で止まりきれずにコースアウトしましたが、このスピードでも止まれないほどブレーキの問題は深刻でした。つまりもっと減速をして、もっと早い段階からブレーキをかけないとコーナーを曲がれないということになります。その状況でチームからペースを見つけろと言われれば誰でも切れると思います。個人的には今回の角田裕毅の発言は怒ってはいたものの、 F1 ドライバーのレース中の無線だということを考えれば普通だと感じています。雨が弱くなると徐々にペースを上げることができましたが、それでもチームメイトのデフリースよりも遅いタイムでした。今回のブレーキ問題はフリー走行から発生しており、アルファタウリは決勝前にブレーキのパーツを交換していたことも判明しています。これについてはペナルティ対象ではなかったことから、同スペックの新しいものに交換していたと思われます。つまりこの問題はかなり深刻だということがわかるのです。アルファタウリ側からすれば、雨が降り始めた時に問題が深刻化しないことを願っていたかもしれませんね。特にアルファタウリにとっては波乱が予想される雨のレースは最大のチャンスなので、早急な対策が求められます。 F1 ドライバーの多くは暑くなっているレース中には暴言と捉えられるような発言を頻繁にしています。それは予選や決勝レースだけではなく、フリー走行でも進路を妨害されたりした際、相手を激しく非難しているのです。 F1 の公式は角田裕毅の無線での発言に常に注目しており、何かあれば公式として取り上げ SNS にアップします。デビュー時のトラフィックパラダイスから始まり、角田裕毅を面白おかしく報じており、ファンの中にはそれを不快に感じる方もいますが、個人的にこれは角田裕毅にとってすごくいいことだと感じています。世界に20人しか存在しない F1 のレギュラードライバーにはとんでもない速さはもちろんのこと、それをさらに引き立たせる注目度、キャラが重要だと感じています。角田裕毅はデビューイヤーの開幕前テストでの競速タイム、そして開幕戦のフリー走行の順位、決勝でのいきなりの9位入賞から一躍時の人になりました。当時 FIA に在籍していたロス・ブラウンはこう語っていました。この週末に彼に初めて会ったが、非常に印象的なキャラクターだ。彼はとても楽しい人物だから、走行中にびっくりするような面白いことを言うかもしれないね。彼は決勝で素晴らしい魅力を示した。ここ何年かの間に登場したルーキーの中でベストだ。その後の4レースはノーポイントで終えていましたが、今考えれば当時の開幕戦での入賞は角田裕毅にとっては F1 で生き残るための大事なものを得ていたように感じます。あれがなければ開幕から5戦連続ノーポイントということになっていたので、現在のデフリースと同じような窮地に立たされていたと思います。当時のチームメイトのガスリーが5戦で4度の入賞を収め、
計16ポイントを獲得していたことを考えると、事態は相当深刻だったかもしれません。当初角田裕毅には感情のコントロールが指摘されており、ヘルムート・マルコもそれに言及していました。その後トレーナーを雇うことになり、今では無線であまり喋らなくなったのも感情のコントロールのためだと感じています。つまり現在の角田裕毅のこのような発言は F1 の公式や各メディアにとっては激レアなものではないでしょうか。今回雨で最悪なコンディションとなったモナコでは、多くのドライバーが無線で嘆いていたと思いますが、それを公式として取り上げられるかどうか、つまり注目されるかどうかは、そのドライバーの人気の表れだと感じます。常に後方に沈んでばかりいるドライバーが、同じように嘆いても注目はされません。しかし、完全にマクラーレンの2台を制圧し、入賞圏内を走行していた角田裕毅がそれを発すると注目されるのです。その発言を叩く人も一定数おり、それはルーキーイヤーから始まっていますが、今シーズンとんでもない進化を見せる角田裕毅を叩く人は確実に少なくなっています。つまり角田裕毅は自らの走りで彼らを黙らせていることになります。これってすごくかっこよくて、なかなかできることではありません。かつて17歳で F1 デビューを果たしたマックスは、他のマシンを巻き込む荒い走りが非難されていました。しかしマックスはその都度、走り方を変えるつもりはないと反論し、現在に至っています。現在はその荒い走りが研ぎ澄まされ、時には引くこともあるなど、成熟したドライビングが確立されていますが、当時からファンの中にはマックスのキャラ、イメージが確立されていたと感じます。個人的なイメージですが、角田裕毅がデビューする前はノリスが同じようなキャラのイメージだと感じていましたが、今ではノリスのその立ち位置を角田裕毅が完全に奪ってしまったと感じています。ノリスも時に暴言のような激しい言葉を発しますが、あまり取り上げられなくなっているので、やはり今では注目度では角田裕毅が上と言えるのではないでしょうか。角田裕毅の激しい口調の無線は今後も F1 の公式が取り上げるでしょう。それを不快に感じる方よりも、今ではそれを楽しみにしている海外ファンの方が多いのではないでしょうか。それでいて早い、これは他のドライバーにはない唯一無二のものだと感じます。つまり今回の無線での激しいやり取りは今後も何も変える必要はないと思います。一戦一戦、角田裕毅はトップチームに昇格する準備ができているようにすら感じています。エンターテイメント性を強化している F1 の運営側にとって、角田裕毅の存在は非常に大きいと言えるのではないでしょうか。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。